どうもー、みーつでございまーす。今回は、登録販売者試験第5章丸13、一般用医薬品に関する主な安全対策、解説過去問っていうことについて話していきまーす。で、僕のチャンネルなんですけども、たまにね、ちょっと間が空いちゃって申し訳なかったんですけども、こういうふうにね、登録販売者の合格を話したりとかですね、懸賞に当選しましたとか、いろんなことをね、テーマにして話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あと、このチャンネルはですね、これは試験に役立つなとか、なんかついつい見ちゃうんだよねとか、そういうふうにね、言ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、久しぶりに話していくんですけども、ちょっとね、待ってくださいね。まあ僕もですね、ちょっと忙しくてね、間は空いてしまったんですけども、懸賞のね、当選品もまだ開けてないのがね、ちょっと2つほど、届いてたりとかですね、まあ僕の動画の中ではね、比較的、おかげさまで人気のある放送大学の動画ね、これの構想もちょっと練ったりしてたんでね。次出すのもちょっと、内容はね、ちょっと決めてたので。その辺もね、出しながら、またね、登録販売者の方も、少しずつね、ペースを戻して、まだちょっと忙しいんですけども、やっていきたいと思います。それでですね、一般用医薬品に関する、主なね、安全対策っていうことで、まあ4つね、見ていくんですけども、これはね、まあ1から4まで出てくるんですけども、どういうお薬がね、最終的に、どういう対処をされたのかと、どうなったのか、ここがね、大事なので、穴埋めで出たりね、こういうもん、例えば間質性肺炎について最終的にはね、どういうことになったとか、そこら辺が出たりしてるんで、それをね、ちょっと、ポイントにして、ちょっと聞いてみてください。で、丸1がね、アンプル入り風邪薬なんですけども、このアンプルっていうのはね、固体や液体、液体のサンプルを、閉じ込めて、封入して、保存するですね、ガラス製の容器。これで僕の調べた感じ、これで概ね間違い、ないようなんですけども、解熱鎮痛成分として、アミノピリン、スルピリンが配合された、アンプル入り風邪薬の使用による、重篤な副作用、ショックですね。これで、年号はね、覚えなくていいと思うんですけども、1959年から1965年までの間に、計38名の死亡例が発症したということでね、死亡例が出てるというね、アンプル入り風邪薬によるショックで、死亡がね、残念ながら、出てしまったということはね、頭に入れておいていいと思うんですけども、でね、アンプル剤は、いわゆるね、注射剤ということでね、理解して、いいんですけども、アンプル剤は、他の剤型、錠剤とかね、粒状のものとか、散剤など、サラサラってやつですね、に比べて、アンプル剤は吸収が早く、血中濃度が、急速に高値に達するため、通常容量でも、副作用を生じやすいことが確認されたことから、1965年、当時の厚生省より、ここですね、関係製薬企業に対しっていうね、ここちょっとポイントなんで、医薬関係者に対しとかね、この辺がちょっと引っかかったり、引っ掛け問題で出たりするんで、関係製薬企業に対し、アンプル入り風邪薬の回収が要請されました。これね、最終的には回収されたということですね。これをちょっと押さえておいて、その後、アンプル剤、いわゆる注射剤ですね、以外の、一般用風邪薬についても、1970年に、承認基準が制定され、成分分量、効能効果などが、見直されることになりましたということで、で、試験作成の手引きだと、ここのところにね、承認基準のところにちょっと米印がついてて、解説がね、ちょっと載っているので、そこをね、ちょっと読んでいきたいと思います。すいませんね、ちょっと水を飲ませていただきます。
もうね、ちょっとね、花粉症が始まってますからね。なるべくね、ちょっと鼻声にならないようにね、頑張ろうと思ってるんですけども、承認基準についてですね、承認審査の合理化、透明化を図るため、薬効群ごとに、その成分分量よ、用法用量、効能効果などに関する、概括的ですかね、概括的な、基準を定めたもので、現在風邪薬のほか、解熱鎮痛薬、鎮外巨痰薬、胃腸薬、シャゲ薬、鎮鬱薬、眼科用薬、ビタミン、主薬製剤ですね。まあこういうものですね。まあ、全部読んでいくとあれなんでね。まあこの辺ですね。まあこういうものについて、承認基準が、制定されています。で、いわゆる、スイッチ OTC ですね。で、スイッチ OTC っていうのは、以前ね、出ましたけども、医療用医薬品ね、処方箋がないと、僕らがね、出してもらえないものですね。で、使用されていた有効成分っていうのを一般用医薬品でね、初めて配合したもの。まあ、これがスイッチ OTC でしたよね。そういうね、スイッチ OTC などを承認基準に合致しない医薬品については、製薬企業が承認申請を行うに際して、より詳細な資料の提出が要求され、有効性、安全性及び品質に関して厳格な審査が行われていますということで、まああんまりその下のね、手引きの下のところはあんまり細かいところは確かに出ないことが多いんですけども、まあ、この辺もね、ちょっと頭に入れておいてください。はい、それじゃあ丸2ですね、詳細孤島による間質性肺炎ということで、僕のね、現状の動画だと3章の64、風邪の漢方ね、あとは、間質性肺炎のこっちの方については、2章の、20ですね。まあ、これね、ただ見返してみてもね、やっぱめちゃくちゃちょっとね、見づらいんですよ。こうね、文字がこういう感じじゃないですし、これなんていうのかな、ブロック体っていうのかな。あとね、全部黒ばっかりなんでちょっとね、見づらいんで、2章もね、意外と再生してくれてるんで、これもね、2章はちょっと直そうと思って、まあ、1章、2章、1章からね、まあ、ちょっと直していこうと思ってるんですけども、それでね、詳細孤島による、間質性肺炎というのは、1991年4月以降、使用上の注意に、記載されていたが、その後、詳細孤島と、インターフェロン製剤、まあ、これ肝炎の治療薬でしたよね、の、併用例による、間質性肺炎が、報告されたことから、1994年1月、インターフェロン製剤との併用を禁忌とする旨の使用上の注意の改定がなされましたと。でね、まあこれはもう何回も覚え方出してるんでね、詳細不明だけど、こことね、インターの間でトラブル発生ということでね、まあ、詳細孤島と、インターフェロン製剤とね、間質性肺炎、まあこの辺をちょっとまあ絡めている覚え方だということでね。まあ、まあ、記憶の引っかかりを作るということですね。しかし、それ以降も、慢性肝炎患者が、詳細孤島を使って、間質性肺炎が発症し、死亡を含む、重篤な、天気に、そういう状態にね、至った例もあったことから、1996年3月、当時の厚生省より、関係製薬企業に対して、まあ、これもね、ここも注意ですね。医薬関係者とか出たりするんでね。これも注意。に対して、緊急安全性情報の配布が指示された。これは、イエローレターですね。あとはね、緊急じゃなくてですね、安全性情報っていうのもね、ありましたよね。今ごめんなさい。僕ちょっとね、テキスト戻ってるんですけども、安全性情報。これは、ブルーレターでしたよね。だから、ここね、緊急安全性情報イエローレターじゃなくて、安全性情報ブルーレターの方がね、この詳細孤島による間質性肺炎の、最終的なね、こうなったという、まあ、顛末のところでね、引っ掛けて出たりするんで、ここはね、ちょっと注意しておいてください。次が、一般用風邪薬による、間質性肺炎ですね。
2003年5月までに一般用風邪薬の使用によると疑われる間質性肺炎の発症事例が計26例報告されたと。厚生労働省では一般用風邪薬は一般の消費者が自らの選択により購入して使用するものであること、間質性肺炎は重篤な副作用であり、まあこれ結構難病ですからね、でありその初期症状は一般用風邪薬の効能である風邪の諸症状と区別が難しく、まあいわゆるね間質性肺炎の初期症状と風邪のね諸症状、まあいわゆるなんかだるいとか咳とかね熱とか、まあこの辺はちょっと見分けるのが難しいと。それで難しくね、症状が悪化した場合には注意が必要なことを踏まえ、まあ、間質性肺炎ねこれね踏まえて同年6月一般用風邪薬全般につき使用上の注意の改定を指示することとしたとなってるんでね、まあ、ここちょっと覚えててくださいね。それ以前も一般用風邪薬の使用上の注意において5から6回服用しても症状が良くならない場合には服用を中止して専門家に相談するなどの注意がなされていたが、それらのね注意に加えて稀に間質性肺炎の重篤な症状が起きることがあり、その症状は風邪の諸症状と区別が難しいため、症状が悪化した場合には服用を中止して医師の診療を受ける、そういうようなね注意喚起がなされることになったということはね、まあ、ここの最後の部分ですね、まあ、間質性肺炎の初期症状っていうのはね、風邪の諸症状とね区別が難しいので注意ということでね、この辺のですね注意喚起がされることになったということでね、まあ、あと使用上の注意のね改定も行われているということでね、ちょっとチェックしておいてください。で4つ目ですね、まあ、これおそらく最後だったはずなんですけども、塩酸、フェニル、プロパノールアミン、まあ、これを含む、医薬品でですね、塩酸、フェニル、プロパノールアミン、まあなんかね、何言ってるのかよく分かんなくなりますけども、まあ、これね、まあ、PPA ですね。だから、まあ、フェニル、まあ、プロパですね。プロパノールアミン。で、プロパノールアミンですね。だ PPA ですね。ピコジローじゃないですけどね。PPA みたいなね。まあ、そんな感じですね。これは、鼻水、鼻づまりなどの、症状の緩和を目的として、鼻炎用内服薬、鎮咳去痰薬、風邪薬などに、配合される。PPA ですね。PPA。含有医薬品については、2000年5月、アメリカにおいて、女性がね、食欲抑制剤、括弧して、我が国での鼻炎用内服薬などにおける、配合量よりも、高い量ね、入っていたと。まあそういうようなね、形なんですけども、アメリカでね、女性が、食欲抑制剤として、使った場合に、出血性脳卒中の発症リスクとの関連性が高いとの報告がなされ、米国食品医薬庁 FDA ですねから米国内における PPA 含有医薬品の自主的な販売中止が要請されましたと。まあこれはアメリカの話ですね。日本では食欲抑制剤として承認されていないことなどから、この PPA ですね、 PPA が入ったやつがですね、同年11月直ちに販売を中止する必要はないものとして、心臓脳出血の既往がね、いわゆる既往症がある人などは使用しないよう注意喚起をしていましたと。しかし2003年8月までに PPA が配合された
一般用医薬品による脳出血などの副作用症例、ただねこれらの症例っていうのはいずれもね回復とか、まあ軽快ね、まあまあ、いわゆるよいい方向に向かっている、まあ、軽くはなっているということなんですけども、まあ、そういうね脳出血などの副作用症例がね複数報告されて、それらのね多くが用法用量の範囲を超えた使い方、または禁忌ダメだよとされているね高血圧症患者への使用によるものであったということでね、まあ、ここもちょっとね、まあ、覚え方ちょっと出していくんですけども、まあね、いわゆるダメな人に対してね使っていたんだよという部分をちょっとさらっと頭に入れておいてですね、そのため厚生労働省から関係製薬企業に対し、まあね医薬関係者じゃなくて関係ね製薬企業に対して使用上の注意の改定、情報提供の徹底などを行うとともに、代替成分としてプソイドエフェドリン塩酸塩ですね、まあ、これ今までも4章とかでも出てますよね、プソイドエフェドリン塩酸塩、プソイドエフェドリンですね、プソイドエフェドリンですね、などへの速やかな切り替えにつき指示がなされたということでね、 PPA 含有ね医薬品についてはプソイドエフェドリンなどへの速やかなね切り替えが指示されたということがね結論ということで、ちょっとね記憶しておいてください。それじゃあですねちょっと覚え方をねちょっと話をしていこうと思います。はい、それじゃあねちょっと珍しい切り方をしてね今回はちょっとね覚え方のとこからちょっと話していこうと思うんですけども、これね PPA でプププってね、まあこれはちょっと笑ってるっていう意味なんですけども、まあこれはちょっとね実演後していこうと思うんですけども、これねまあだからプププっていうのはね、まあプソイドエフェドリン、まあメチルエフェドリンとかもありますよね、だからプソイドだよということでね、まあ、PPA とまあプソイドね、で笑ってですねアドレナリンが出ちゃってエフェドリンね、エフェドリンアドレナリンみたいなね、まあ、そんな感じで、脳出血にね、注意ということなんですけども、ちょっとね、上の方に戻っていくと、これね、脳出血の副作用っていうのはね、いずれも、これね、用法とか用量の範囲をね、超えた使い方とか、使っちゃダメだよっていうね、高血圧症の患者に使ったので、そういうね、脳出血などの、副作用症例があったということでね、まあ、使用上の注意の改定とか、プソイドエフェドリンにね、切り替え。まあ、こういうのが指示されたっていうのが結末なんですけども、まあ、ここをね、この PPA でプププっていうのをね、ちょっと実演していきたいと思います。これね、まあ、一応、まあ、でもちょっと言わない方がいいかな。ちょっとね、やった後にちょっと解説していきたいと思います。This is a pen. This is a pen. に詰まった Apple This is a pen This is a pen に詰まった Apple って感じでねまあまあちょっとねまあこれここの部分をちょっとやったんですけども、まあこれねちょっとピコジロにちょっとかけてね僕もやってみたんですけども、まあこれねまあだからちょっとねこのまあ PPA ですね、まあ PPA、この長いやつですね。塩酸、フェニル、プロパノルアミンですね。プロパーですね。PP、プパアミンですね。プパアミンのアですね。だから、塩酸、フェニル、プロパノルアミンということでね。まあこの PPA を見たらですね、僕のね、この、まあこれは、ペン、ペン、アープということでね。This is a pen. This is a pen. っていうね。まあ勉強してですね。に詰まったと、まあ A なんでね、に詰まったってまあいいと思うんですけど、まあね、Apple っていうね出していくということでね、まあこのちょっと PPA が出たらね、僕のね、まあペン、に詰まった Apple をねちょっと思い出してもらって、笑ってね、まあプププってなって、このアドレナリンが出てね、脳出血に注意と、ただね、
実際のところはこの副作用の脳出血っていうのは、使いすぎだったりとかね、使っちゃダメだよっていうね、高血圧のね、患者さんに使っていたということでね、思い出しておいてください。それじゃあね、過去問をやっていきます。お疲れ様でした。はい、それじゃあ過去問をやっていきます。で、これはですね、令和2年度の東京、南関東の問題なんですけども、これね、今ね、解説した、まあ、1から4についてなんですけども、一般用医薬品の、安全対策に関するね、このまあ文章、合ってるか間違ってるか、答えてね、という問題なんですけども、一般用風邪薬の、使用によると疑われる、間質性肺炎の、発症事例が報告されたことから、厚生労働省は、一般用風邪薬全般について、使用上の注意の、改定を指示したということなんですけども、まあね、一般用風邪薬、間質性肺炎。それでね、一般用風邪薬全般が、使用上の注意のね、改定で、良かったのかという問題なんですけども、これはね、ちょっと覚えてますかね。ちょっとね、まあ、これで言うと、丸3の部分ですね。これですね。こっち側ね。丸3。まあ、この辺を見ていくとね、間質性肺炎の、発症事例がね、26件とかですね。まあ、一般用風邪薬っていうのは、まあ、簡単に買えますよね。あ、これ買おうみたいなね、感じで。ということで、それでまあ、その間質性肺炎と、風邪のね、初期症状っていうのは、区別は難しいと。まあそういう中でね、使用上の注意の、改定をね、指示することになったというふうにね、書いてあるので、まあこの辺もね、ちょっと、症状の注意に加えてね、これですね、間質性肺炎の、重篤な症状が、起きることがあり、その症状は、風邪の諸症状と区別が難しいため、症状がね、悪化した場合には、服用を中止して、医師の診療を受ける旨の注意喚起がね、なされることになった。まあ、ここもあるんですけども、いずれにしてもね、使用上の注意の改定をね、指示したということで、これは丸ということですね。まあ、あとは、塩酸、フェニル、プロパノルアミンが、PPA ですね、が、配合された、一般用医薬品による、偽アルドステロン症などの、副作用症例が複数報告され、厚生労働省から、関係製薬企業等に対して、ここね、医薬関係者の引っ掛けも出ますからね、に対して、代替成分として、プソイドエフェドリン、塩酸塩などへの、切り替えが指示された、ということなんですけどもね。まあ、これは、なんかね、this is a pen, this is a pen, あー、煮詰まった !apple でね。まあ、これで、ちょっとね、まあ、ププププって笑ってですね、まあ、ちょっとね、笑いすぎちゃって、アドレナリンが出てね、まあ、その、脳出血ということでね、ちょっと覚え方を出していたので、ちょっとね、ごめんなさい、これですね、ここね。まあそういうことでですね、これは、偽アルドステロン症じゃなくてですね、この報告された、副作用っていうのはね、脳出血、だったよね、という部分でね。まあ脳出血なんだけど、まあ実際のところはね、この定められた栄養法容量をね、超えたとか、まあまたは使っちゃダメだね、高血圧の患者さんに使ったから、このね、脳出血という副作用が出た、ということでね、これは、偽アルドステロン症ではないということでね、罰ということですね。次がですね、慢性肝炎患者が、詳細ことを、使って、間質性肺炎が発症し、死亡例はなかったものの、重篤な、転機に至った例もあったことから、当時の厚生省より、関係医薬、ごめんなさいね、関係製薬企業に対して、緊急、安全性情報の配布が指示された。ということね。まあ、ここもね、緊急安全性情報と、あとね、安全性速報でね、良かったと
と思うんですけど、ちょっとね、ごめんなさい。あ、いいんですね。安全性速報、ブルーレターね。まあ、これちょっと見ながら僕言ってるんですけども、これがね、ここの引っ掛けもちょっとあるんですけども、これに関してはですね、2番のところですね。今回の動画でいくと。ちょっとね、忙しくなっちゃってね、この画面の推移がちょっと申し訳ないんですけども、これね、まあ、ちょっともう、見えたと思うんですけども、詳細異による間質性肺炎ね。まあ、これは、インターフェロン製剤ね、まあ、肝炎の治療薬の、併用例によるね、間質性肺炎が報告されたことからっていうね、ことなんですけども、まあ、使用上の注意のね、改定がなされたというのことなんですけども、これね、この中で、死亡も出てるんですよ。これね、こっちだと、死亡例はなかったものの、というふうになってるのでね。まあそうですね、詳細不明だけどね、ここと、インターの間でね、トラブル発生というふうにありますけども、これね、まあトラブルっていうのが、まああんまりいい内容じゃないですけどね、まあ死亡事故だったというね、こと、まあここをちょっとね、絡めてもいいのかなというふうに思いますので、まあ覚え方としてね、まあ、ここの死亡例はなかったっていうところがね、×ということなんで、これは×ということですね。でが、解熱鎮痛成分として、アミノピリン、スルピリンが配合された、アンプル入り風邪薬の使用による、重篤な副作用で、死亡事例が、発症し、当時の、厚生省より、関係製薬企業に対し、製品の回収が、要請されたというふうにあるんですけども、まあこれはね、今回の動画でいくと、丸1の部分ですね、これね。これですね、ここね。アンプル入りね、風邪薬、製品の、回収が、要請されたと、当時のね、厚生省より。まあここのね、関係、製薬企業。まあここもポイントではあるんですけども、これね、解熱鎮痛成分として、アミノピリン、スルピリンが配合されたアンプル入り風邪薬の使用による重篤な副作用。まあ、このショックについてはですね、最終的に、まあ、死亡ね、事故も発生したので、事例も発生したので、厚生省よりね、関係製薬企業に対し、製品の回収が要請されたということでね、覚えておいてください。だからですね、B と C が×で、A と D がね、丸っていうことで、これはね、1番が正しいということですね。はい、じゃあもう一問いきます。これはですね、令和2年度の宮城、東北の問題なんですけども、これね、組み合わせ問題で、正しいとね、間違ってると。まあ、組み合わせで正しいのどれだということでね。まあ、一応正しいのもね、ちょっと読んでいきますね。一般用風邪薬の、使用によると疑われる、間質性肺炎の、発症事例が報告されたことを受けて、2003年、厚生労働省は、一般用風邪薬全般につき、使用上の注意の、改定を指示したということなんですけども、これはね、正しいということでね、理解しておいてください。あと B がね、詳細異と、インターフェロン製剤のね、併用例による、間質性肺炎が報告されたことから、詳細異については、インターフェロン製剤との併用を禁忌とする旨の使用上のね、注意の改定がなされた。ということでね、これも大丈夫でしたよね。まあ、詳細不明だけどね、ここと、インターの間でね、まあ、そのトラブルがね、あったみたいだよ。ということでね、詳細不明だけど、ここと、インターのね、間でということでね。まあ、その時に、これね、死亡例も出てることから、まあ、死亡事故がね、あったとか、まあ、そういうのもね、覚え方としてはいいんじゃないかな、ということでしたよね。まあ、だから、これはね、ちょっと正しい、まあ、ちょっとというか正しいですね。で、B が、プソイドエフェドリン塩酸塩が、配合された、一般用医薬品による、脳出血等の、副作用症例が、複数報告されたことを受け、厚生労働省から関係製薬企業等に対して使用上の注意の改定について指示がなされたということなんですけども、これね、これそもそもね、その
プソイドの方が、副作用ね、この脳出血などの、副作用がね、出ていたのかっていうと、こっちですよね。この PPA の方ですよね。なので、これはね、ちょっと逆と。その PPA の方ですね。このトラブルに関しては。だから、むしろね、プソイドの方は、プソイドエフェドリンの方はね、代替成分として、プソイドの方にね、変えてくださいというね、指示がなされたということでね。This is a pen. This is a pen. あー、煮詰まった。アーポーでね。まあまあ、勉強しすぎてね、煮詰まったから、まあ、リンゴ食べようみたいなね、まあ、イメージなんで、いずれにしてもね、ちょっと違うと。まあ、あとはね、この脳出血っていう副作用はあったんですけども、まあ、実際はね、使いすぎとか、あとはね、高血圧の患者に使ってたと。この PPA をね。ということですね。だからこれは、×ということですね。で、D が、アンプル剤は、他の剤系、錠剤、散剤などに比べて、吸収が早く、血中濃度が、急速に高値に達するため、通常用量でも、副作用を生じやすいことが、確認されたことから、1965年、当時の厚生省より、関係製薬企業に対して、アンプル入り風邪薬製品の回収が要請されたということでね。これは、丸ということでね、解説してましたので、これはね、正しいということで、この問題に関してはね、まあ、ちょっと字もちっちゃいんですけども、×はね、この PPA とプソイド、まあ、ここがね、まあ、違くなってるというね、引っ掛けということですね。なので、答えはですね、2番がね、正しいということですね。はい。じゃあもう一問いきます。これはですね、令和元年度の福岡、九州の問題なんですけども、まあ、このね、まあ、そのお薬の副作用と、安全対策、これのね、組み合わせの、丸×、このね、中から、正しいのを選べということなんですけども、まずね、何問かね、解いてるんで、ある程度分かってきたと思うんですけども、詳細孤島による間質性肺炎についてはですね、安全性速報、ブルーレターじゃなかったですよね。これに関しては、緊急安全性速報、ごめんなさい、緊急安全性情報ですね。イエローレターの方だったので、まずね、あ、これは違うなと。ここね。安全性速報なのか、緊急安全性情報なのかね。これはあると。まあ、あとですね、このね、アンプル入り風邪薬によるショックっていうのはね、これはどうだったかっていうと、最終的にはね、これは、当時のね、厚生省から、製品のね、回収要請があったということでね、ちょっとね、画面が早くなっちゃって申し訳ないんですけども、これね、あ、ちょっとね、だいぶ戻んなきゃダメだな。あ、これですね。ここね、ショックに関しては、最終的にね、これね、ここ、回収ね、されたということでね。まあ、これは一番最初にね、ちょっと解説しているので、まあ、なんとなくね、このアンプル入り風邪薬っていうことでね、覚えやすいところもあると思うんで、まあ、注射とね、ちょっと絡めて、こう、ショックというね、なんか注射打って、ショック、受けちゃったみたいなね。まあ、そういうようなイメージなんで、これに関しては、丸と。あとね、ここをちょっと見ると、代替成分へのね、切り替え指示っていうのがあるんですけども、これはね、PPA でしたよね。このね、PPA、This is a pen. This is a pen. だいぶちょっとそれちゃう。アポーですね。だから、これに関してはね、この代替成分の切り替えっていうのは、一般用風邪薬じゃないっていうことでね、これに関しては、×ということでね、ちょっと押さえておいてください。まあ、これはね、使用上の注意の、改定が、なされたということですね。間質性肺炎の初期症状は、風邪のね、諸症状と区別が難しいということですね。これは×と。で、こっちね、この
PPA による、脳出血、これに関してはですね、使用上の注意の、改定のほかね、PPA の、代替成分としてね、エプソイドエフェドリン、などへね、早急に、変えられたということでね、これがね、今ね、言った、部分ですね。This is a pen. This is a pen. あー、煮詰まった。アポーですね。まあ、これでちょっとププッとね、思い出して、笑っていただいてね。まあ、笑えないかもしれないですけども、アドレナリンが出てね、脳出血ということでね。まあ、これは、プソイドへのね、切り替えと、まあ、あと使用上の注意の、改定ですね。これで、覚えておいてください。だから、これはね、×ということですね。これは出てないのでね。なので、うだけが丸ということでですね。うだけがね、丸って、あ、5番ですね。ごめんなさいね。ちょっと発見できなくて。5番が正しいということですね。はい。じゃあもう1問いきます。これはですね、令和2年度の、関西広域の問題なんですけども、これね、まあちょっと読んでいきますね。まず。組み合わせ問題ですね。アミノピリンなどが、配合されたアンプル入り風邪薬による、重篤な副作用で、死亡例が発症したことから、当時の厚生省より、製薬企業に対し、当該製品の回収が要請されたということでね。まあ、この、アンプル入りね、風邪薬、最終的に、製品のね、回収要請がされたということでね。まあ、ここね、製薬企業にっていうところがね、医薬関係者にっていう問題がね、僕ちょっと見てたので、ここはちょっと注意しててください。あとね、B なんですけども、詳細孤島による、間質性肺炎によって、死亡を含む、重篤な事例が起きたため。これね、死亡が含まないっていう問題もさっきありましたよね。これは含むになってる。厚生省が当時の、医薬関係者に、緊急安全性情報を配布したということなんですけども、これはどうですかね。これね、なんか一見すると、正しいように思うじゃないですか。まあ、医薬関係者も合ってるし、緊急安全性情報ね。ここも合ってると。安全性速報じゃないというね、部分なんですけども、これじゃあね、何がちょっと違うかっていうと、厚生省がね、医薬関係者に、緊急安全性情報を配布したって、渡したってあるんですけども、いわゆるね、まあ、厚生省、当時の厚生省とか、厚生労働省っていうのはね、この、医薬関係者に対して、関係製薬企業に対して、配布しなさいというね、指示をする立場なので、これはね、渡しちゃうというのは、渡すんじゃなくて、渡しなさいというね、配布しなさいという指示なんで、これがね、ちょっと罰っていうことで、まあ、かなりちょっとね、引っ掛けっぽいですね。丸かなって思っちゃいますよね。まあ、あとはですね、一般用風邪薬によると疑われる、間質性肺炎が報告されたため、厚生労働省は、一般用風邪薬全般について、使用上の注意の、改定を、指示したということなんですけども、これはね、丸ということでね。まあ、あとですね、最後。これね、アメリカの部分もちょっと問題出てるんでね。一応読んでみますけども、塩酸、フェニル、プロパノルアミン、いわゆるね、PPA ですね。含む医薬品について、女性が食欲抑制剤として使った場合に、出血性脳卒中の発症リスクとの関連が高いとの報告がなされ、米国食品医薬品庁 FDA からは、米国内における PPA、含有医薬品の自主的な販売中止が要請された。ということでね。これに関しては、まあ、読んだ通りではあるんですけども、これね、販売中止最終的にね。アメリカの事例もね、ちょっと、聞かれているということでね、ちょっと注意しておいてください。なので、B だけがね、×ということで、答えは2番ということですね。残りはね、ちょっと穴埋めをやっていきたいと思います。はい。じゃあもう1問いきます。これはですね、令和元年度の山口、中国地方の問題なんですけども、穴埋めですね。まあ一応ちょっと読んでいきますか。解熱鎮痛成分として、何とかが配合されたアンプル入り風邪薬の使用による、重篤な副作用で、まあね、死亡例が発症したと。
アンプル材は、他の材形、錠材とかね、散材などに比べて、吸収が、なんとか、早いのか遅いのか、血中濃度が、なんとか、高値に達するためというところなんですけども、まあこれはね、この問題でまあちょっと注意するっていうのは、アスピリンってね、結構、まあ、登録販売者のね、勉強する前も、なんか聞いたことあると思うんですよね。アミノピリンの方が、なんとなくね、あんまり馴染みがないのかなと思うんでね。まあ、あと、アスピリンだとね、3章の最初の方でもすぐ早々と出てきますよね。なので、まあ、なるべくね、ちょっと若干違和感があるかなっていうね。アミノピリンと、スルピリンね。これを、なんとか。まあ、スルピリンっていうのもね、3章でも出てきてなかったはずなので、まあ、なんかね、出てきてないピリン系ね。アミノピリンとかスルピリンとか。まあ、こっちだなっていうのをね、なんとかちょっと記憶していただいて、ここの部分はね、早く遅くっていうのは、これはね、吸収が早く、血中濃度がね、急速に、ピュンとね、いく。じゃあこれ言っときますか。アミノピリン、スルピリン、早くギューンね。アミノピリン、スルピリン、ギューン。これで覚えておきましょう。って感じなので、これはね、4番が正しいと。アミノピリン、スルピリンは、ピューンということでね、やっておきましょう。はい。じゃあもう一問やっていきます。これはですね、ちょっと画面見切れちゃってますけども、あ、ちょっと待ってね。令和2年度のね、福岡、九州の問題なんですけども、まあこれもね、まあ動画聞いててくれれば、まあ簡単な問題なんですけどもね、なんとかは、鼻水、鼻づまりなどの症状の緩和を目的として、うんぬんかんぬんと。これはね、食欲抑制剤として、使った場合にね、出血性脳卒中の発症リスクとの関連性が高いと。でね、アメリカの方で販売中止がされた。となるとね、まあこれは、もうわかりますよね。これいろいろありますけどもね。PPA ですよね。PPA。でね、まあここはまず PPA が入るなと。まああとはね、PPA が配合された。じゃあね、この PPA がね、配合された成分。まあ日本でね、副作用があったんですけども、その人たちってね、実際は、用法用量ね、守らないで、使いすぎていたりとかですね、あれでしたよね、高血圧症の患者さん、使っちゃダメだよっていうね、高血圧症の患者さんでしたよね。まあ、あとは、PPA っていうのはね、何に、切り替えがされたかというとね、This is a pen. This is a pen. あー、煮詰まった。Apple でね。プププププって笑って、アドレナリンが出ちゃったということでね。まあ、アドレナリンが出てね、脳出血しちゃったということでね。まあ、でも、脳出血した人っていうのはね、まあ、実際は高血圧症とか、ルールを守らないでね、使いすぎてしまったっていうね。そういう方なんで、まあ、いずれにしてもね、プププっていうことで、プソイドエフェドリンが出てくるということでね。PPA と、高血圧症ですね。で、あとプソイドということで、これはね、5番が正しいということですね。まあ、これだけあればね、簡単なんですけど、まあ、いっぱい問題があるとね、わかんなくなるかもしれないということでね、ちょっと覚えておいてください。はい。じゃあもう一問いきます。これはですね、令和2年度の三重、北陸東海の問題なんですけども、まあ、これも穴埋めですね。さっきね、アミノピリン、スルピリン、ビュンってやりましたけども、なんとか成分としてね、アミノピリン、スルピリンが、配合された、アンプル入り風邪薬の使用による、重篤な、なんとかで、ということでね。まあ、この38名の、残念ながらね、死亡例が、発症してしまったと。アンプル剤は、いわゆる注射は、他の剤系に比べて、なんとかが早く、ということでね。まあ、これはもうなんとなくわかるとは思うんですけども、まあ、吸収っていうのはね、吸収が早くっていうのはわかると思いますし、まあ、副作用はね、これに関しては、ショックということでね。まあ、そうだな、このね、アミノピリン、スルピリン、ビューンでね、まあ、あんまりね、ジェットコースターが速いから、ショック受けちゃった、みたいなね。アミノピリン、スルピリン、ショックでね。あんまりジェットコースターが速いから、みたいなね。ちょっと咳込むみたいな。
まあ、そこまでちょっと絡めてもいいんじゃないですかね。アミノピリン、スルピリン、ビューンでね、ショック受けると、ああ、ジェットコースター怖いみたいなね。で、むせてる。みたいなね。まあ、そんな感じでですね、まあ、ちょっとふざけた解説ですけども、答えは2番が正しいということでね、覚えておいてください。はい。じゃあ、ラストやっていきます。これはですね、令和2年度の山口、中国地方の問題なんですけども、まあ、やっぱりね、ここ、PPA ですね。これめちゃくちゃ出てるんでね。まあ、僕のね、三次郎のね、覚え方も、まあ、いいんじゃないかなという感じで。まあ、これはもうわかるとは思うんですけども、このね、PPA が配合された、一般用医薬品によるね、なんとかなどの、副作用症例がということで。まあ、これはもうわかりますよね。まあ、脳出血ですよね。それで、なんとかかんじゃね、実際は、使いすぎだったりとかね、使っちゃダメっていう、高血圧のね、患者さんに使っていたということでね、その代替成分として、プソイドエフェドリンがね、使われたというか、早くね、買いなさいという指示が出たということでね、これは、5番が正しいということでね。まあだからね、This is a pen. This is a pen. あー、煮詰まった。アポーでね。まあそれで、プププって笑ってね、アドレナリンがこう出て、脳出血しちゃったと。でもね、実際のところは、その人っていうのはね、使いすぎだったりとか、高血圧の患者さんだった。ということでね、そんな感じでね、いいんじゃないかなというふうにね、まあ思っております。まあちょっとね、めちゃくちゃだとは思うんですけども、まあね、ちょっと強引なのもね、僕の持ち味ということでね、やっていきたいと思います。まあせっかくなんでね、ちょっとこれ、値札じゃないか、貼ってあるね、リンゴもちょっとね、登場させてですね、まあね、今回ちょっと鉛筆もね、活躍してくれたので、ちょっとね、ここに置いておきますか。こんな感じでね、そんなね、なんかこれちょっとね、呪いのあれみたいになってるんでね、ちょっと話しておきましょうか。こんな感じでね。そんな感じでですね、今回は、こんな感じで解説をしていきました。これ、ちょっとない方がいいね、これやっぱな。そんな感じでですね、ちょっと今回はやっていきましたのでね。それじゃあね、またコツコツ頑張っていきます。まあ、これ、終わったらね、5章終わったら1章の方にね、戻っていくとか。まあ、手引きもね、多分今年改正になるとは思うんですけどもね。まあ、その辺もちょっと見ながらね、やっていきたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。またねー。バイバーイ。